こんにちは。こんにちは、こんばんはじゃないの、はい、やってまいりました。コロコ、こんばんはじゃないの、うん、こんにちは。かっこいい、ドクターイエローです。はい、実はなんとここは引き続き、うん、じゃじゃん、リニア鉄道館に、はい、やってきました。来ています。さっきテンション上がりすぎてリニアの鉄道を飛んの忘れました。リニア取ってください。はい、これはこちゃん、ドクターイエローですね。うん、ドクターイエロー、うん、すごいです。光って光ってる。うん、ドクターイエロー、どうですかこちゃん、ここは。うん、あ、こっちは2階建ての、あ、殿の部屋だ。2階建ての百景。うん、リニアの方へ行く。うん、行きますね。はい、すごいいろんな電車がありますね。こっちに行きましょう。はい、はい、こちゃん、百景の2階建てのとこです。やってきました。すごいです。これはなんと実は乗れるみたいです。乗れるみたいです。はい、階段があると無理や。見てください。こっちはゼロ系です。うん、ゼロ系です。ほんまやな。あ、無理か。じゃあこっちゃん、バギー無理やから歩こうか。ちょっと置いといて歩こう。はい、じゃあ一旦止めます。はい、じゃあこっちゃん入っていきたいと思います。中はこんな感じです。中はこんな感じです。トイレもあります。じゃあ食堂車かな。食堂車です。階段行くとできる。階段です。すごい、行きます。ほんますごいな。横にはドクターイエローも止まってます。止まってます。行きます。じゃあこちゃん、階段なので一回ちょっと止めますよ。うん、うん、はい、降りてきました。後ろ人おらんから、ゆっくり行けて。中はどんな。あ、厨房か。ハンバーグ一つくださいとか言うんかな。ほんまや。レンジとか。厨房です。ここはすごいです。すごいな。今度からなあ、ちゃん、はい、今度な、あの、ここで食べていいかな。あかん、営業はしてへんの。そうですね、ゆで料理室、はい、すごいですね、ゆで。すごいですね、はい、すごいですね。中はどんなってんのかな。ちょっと一回食べます。はい、じゃあ続いて百景の2階に上がっていきたいと思います。はい、歩いて重てえな。はい、やってきました。誰か今、こちら2階はね、レストランになってますよ。見てみましょうか。うん、でも入ったらあかんねん、結構入らないでくださいってなってる。すごいな、立派なとこですね。はい、じゃあ一旦撮ります。はい、こちゃん、百景から降りてきました。どうでした？楽しかったです。どうしたですか？次はどこに乗りますか？ドクターイエローです。はい、じゃあ行きましょう。こっからここまでに乗りますか？はい、行きましょう。ねえ、うん、お姉ちゃんはどこですか？ん？カフェみたいになってる。へえ。3時間以上かかってる。うん、うん、うん、だから、乗るとこがあるの、うん、あっちから、座り
はい、こっちゃん、ここはドクターイエローの中です。すごいことになってる。こちら、ちょっと避けようか。シートもちょっと薄いですね。お客さん乗せるやつちゃうからね、これは。内装も少し簡素な内装になってますね。後であっち見に行く、うん、テレビもついてないし、うん、はい、ドクターイエローの中でした。そしてこれ何ですか？ゼロ系の後ろ2つです。で、シナノと書いてある。急行東海、向こうの方にはなんか分かりませんけど、昔のライチョウ、うん、ライチョウみたいなやつがおりますね。こっちはどうなってんのかな。んこっちはどうなってんの。どうなってんのかな。ちゃうちゃう、こっちはね、ゼロ系のなんか中間車両じゃないですか。新幹線電車。ん？ああ、ビュークロイツキ。あ、ちょっと。うん。すごいね、いろいろあるね。ビュークロイツキやって。こっちは違う。違うの。中に入られへんのが残念やけど。え？ん？ああ、ダメやって。うん。はい。愛子ちゃん、引き続きじゃあ次はゼロ系に乗ってみたいと思いますけど、いいですか？いいです。こんにちは。こんばんはじゃないの？なんか言うねんそれ。なあ。一時停止から引き続きやからそれいらんで。引き続きまして。はい。ん？ちょっとストップストップ。ストップストップストップ。ね。で、はい、どうぞ。よし、行ってみようか。ここは見て、お水が飲めます。手洗いも全然違う。お前古いな、昔ながらの。トイレ。はい、ただいま満席です。え、これゼロ系でしょ。ゼロ系の中、うん、あ、まだまだこっちあるね。ここ座っ、はい、ここ、ここ何ですか？ここはビュッフェらしいよ。これね、ここ行ってたらね。ビュッフェってレストランな。遅いな。さっきと一緒やな。お、すごい。こっち4人掛け。やっぱさっきの方が豪快な。うん、そうやな。すごいな。ちょっと入られへんのが残念やな。残念やけどな、しゃあない。こんな風に言ってますね。こんな人置いてあったんやな。でもこんなとこでご飯食べながら旅できたら楽しいやろな。でもこんなとこでご飯食べられへんな。でもハンバーグとかあるで。ハンバーグとかあって、うん、メニューもあるわ。メニューもあるわ、うん、なおくんどれにする？結構安い。なおくん、どれにする？そんな、ハンバーグしようかな。じゃあ、ハンバーグ頼もうか。あ、一応ちょっと入れんねんな。一応ちょっと入れんねんな。なあ、満席の場合は、食堂入り口を先頭に矢印の方向へ並んでお待ちください。ちゃんとウェイターさんもあんな服着て。ほんまや。食堂、ダシャドウ。またここも入れませんけど。え？今日も入れ、ここも入れませんけど、はい、こんな感じになってますね。じゃあ厨房もありますね。すごいな。こっちには厨房、厨房、ここで料理作るね。こっちはあ、厨房や。あ、ここはジュース、ジュース販売。これ水、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 ちょっと立って、はい、ちゃんと歩け。はい、食べます。はい、こっちゃん、これ何系？かっこいいな、でかいな。こっちは？あの向こうは？その向こうは？ゼロ系。はい、素晴らしい。メメもみんなどうなってますか？メメ、うん、メメどうなってます
な光ってるな。目光ってるな。じゃあ次リリアム。この角度で見たらすげえ鼻でかい。なあ。なんかカモノハシみたいな。たっちゃん、ほらあそこ N ゲージみたいな走ってるで。すごい。あ、運転できんねや。すごいね。見てちょうだい。うん。目切らんやん。たっ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 た。もう一台は？向こうおるよ。走った走った。それが？走った走った。シュイーン、かっこいい。はい、じゃこちゃんお願いします。前行きなさい。足足中はどんなってのかな。これをグンと下にして。中は、中はじゃなくて、こちゃんこれをギュンと手前に入れば引っ張ってすると動きます。動きます。少し止まるんです。引っ張って、レバー引っ張って走るで。ギューン、入れてた。そんなすぐ止まったかも。もっとグンと走らせて。走らせて。こっちゃんのあれやから、前まで来たら止めて。うん、ギューン。こっちゃんの目の前まで来たら止めて。お、速くなってきた。ほらスピード乗ってきたよ。はい、止めて。止まりました。中にはどんなってんのかな。中は電気がついてますね。誰か乗ってるんですかね。はい、じゃあこっちゃん終わりです。誰か乗ってるんですかね。うん、リニア。うん、これはなんだ。これなんや。これこれ押してみて。青いボタンを押すとすると、青いボタンを押すで、うん、すると動いた。え、もっとちゃんと押して。どうした？あ、こっちだ。あっちの電光掲示板があるのかな。うーん、すげえね、いっぱいありますね。ねえ、じゃ次行きます。次リニア行きます。これは地震発生やって、スイッチを押すと地震が発生します。走行している車両はどんな動きをするでしょう。お、押しました。あ、地震発生や。あ、なんかピカピカになった、ピカピカになった。おお、なんかピカピカになった。止まった。おお、おお、動いて動いてる。え、山がガンガン動いてる。ほな止まりはった。止まったら、なるほど、自動でなんだな、これが。すごいですね、こっちゃん。すごいですね。はい、もう一個700件ありますよ。うん、向き、お、こっちか。なんか動くな。なんか動きます。切符、この仕組み。これはパンタグラフや。
ろんなもんがあってよくわからんな。はい、これは何ですか？見てください。見てください。会社になるの最後。うん、そうやな。話手作りですんねんな、新幹線長。これ作ってる様子、こうやってライン、リニアにして、こんなんなっちゃう。うん、すごいな、こっちゃん。よっしゃ、じゃあ、次はリニアモーター。なんか言うとんねん。はい。これは何やろう。台車。台車、あ、この上に新幹線が乗ってるのか。はい、300系に乗りました。ちょっと懐かしい電話。この辺は多分あれやな、結構最近やな、10年ぐらいやな多分。乗ったこともあるわ。うん、そんなにウォーって感じになれへんな。なんか見たことあるぞぐらいな感じ。なこちゃん、こっちゃんは知らんか。うん、知ってるよ。ほか、私この次こっち乗ったことないんやか、700系。じゃあ、うん、ちょっと待ってみた。次は700系です。エアコン効いてる。さらに新しいのだっけ。結構ボロいな。な、タバコ臭いな。ほんで上の棚も使った跡がある。ほんまに働いたやつやな、こいつは。うん？ここ見てください。はい。ここ座らないでください。うん、座らんといてくださいって書いてある。うん。ここは座らんといてください。全然普通に新幹線の匂いだね。うん、ここ。はい、お願いします。こっちゃん、これ説明してください。はい。これは、はい、ピート。ピート。これは、はい、チャギットに出てくる、うん、ピートみたいになってて、うん、煙突が長い。長いね。リュークみたいになってます。うまいな。ちっちゃい機関車やな、これは。え？かわいいな。あっち見てください。でも一応こっからあれかな、石炭入れんのかな。走るのかな。なあ、ボーボー。ここら辺がこう、なんかな、このボイラーみたいになってるのかな。ボー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 って走るかな。誰がボーボーやる。モハ、モハ1035。はい、乗ってみたいと思います。すごい、なあ、すごい綺麗にしてある。乗ってみたいと思います。すごいな、超かっこいい。めっちゃ綺麗。うわ、ほんまやな。なあ、すげえ、すごい洒落てるな。またこっちもこっちも残念になってます。残念、入れません。そりゃこんなに綺麗でしょって入ったらあかんわ。すぐ傷んでしょ、もう。いやー、すごいかっこいいな。うん、なあなあ。なあ、上には何飾ってますか。これ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 、うん、これシリカワって言ってな、こうやって持つね。持ったらなんだよ、ほんと。あの、揺れるやろ、電車が。ガタン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 揺れるから、こけへんように。え、モッターか。かっこいいな、この電車は。かっこいいな。今度はまた走らんかな。
乗ってみたいな。乗ってみたいな。こっちあっちに C57 があります。あっちってどこ？あ、いいよ、また戻るから、うん。あっちってどこ？向こうが。EF58157。いい？じゃあこっちはあれや、ほら。EF なんとかってあの、いや、なんか貨物列車ね。この機関車綺麗やかな。すごい。すごい綺麗してあるな。一応どこから好きだよ。これ長いやつやな、長いやつ。なんて言うんだこっちは。これ長いやつなんて言うんだった。テンダー？テンダー式？テンダー式？うん。ボードみたいなやつ。そうそうそう。テンダー式じゃ。めっちゃ詳しいな。機関車マニア。かっけえな。乗ったらあかんわ、これも見るぐらいやったらいいかな。うわうわすごいわ。こんなでかいんやな。こっちに石炭積んであって、こっちからこっちにくべ、ほんまやほんまや、石炭積んでるわ。で、こっからスコップ使ってこっち側になんかくべていくねんな。ほんなら石炭がじゃんじゃん燃えて走んね。すごいわ。阪急電車みたいな。こんな感じです。こんな感じです。ああ、昔の電車。なんか見たことあるぞぐらいの勢いみたいな。たまにな、また鉄乗っててもな、うん、私らが乗ってたと、たまにこの並びの電車が来るんだよな。めっちゃ嬉しい。なんだよ。またまた行き止まりになって。うん、こっちはな、ここまで違う車両。また行き止まり。58。事故だな。行きましょうか。開きませんよ、なんてんの。うん、行けるよ。行けへんかっただけよ。なんか別にそんな大将なかった。こっちすごいぞ、こっちゃん。これもまた古い。行けるアンティークな。こっち行けるだけで行ってないよ。ヴィンテージや。うん。なんや。こっちは？これアンティークは古いわ。あ、こっちもでもあれか、機関車なんか。あ、また見て、また見て。うん、残念、いけません。古いわ。古いな。釣り革がほんまの革やで、これ。昔はこんなんやったな、だから釣り革って言うな、これ。今はあの持つとこがプラスチックになってるやろ。さっきちゃーちゃん持ったやろ、プラスチックのやつ。うん、皮やで、皮。これなんや。これな、このベローンと垂れてるやつ、これ釣り皮。ここ持つねん、こけへんよ。こけたら大変やから。うん、電車動くからな、ガタンガタン揺れるから。電車はガタンガタン揺れんの。うん。いいな。こっちは申してみ。ボタンを押させてもらい。ちょっと待って。すご。
ごいやこっちのアップ面白い。あっちはどんな感じなのかな。うん、うん、ちょっと待って、この進化の過程を今撮ってんねん。行く行く、ちょっと待って。すごいな。あ、これさっきの形やな。これあ、これやっぱちょっと古いで、平成4年やって、さっきやったやつ。うん、でほら、なんかまた変わってる。今もうこんな、なんかこんなんや。 MLX01901。 あ、これこれこれ L0K。 うん、これが多分今、あ、2027年から走る予定か。ああ、手を振ったら、どこ行くの？このこれの長さ見てみる。見てみる長さ。前の部分がすごい長い。見返ってみる。はい。光った。こっちは？これが水深。それで動かしていくよな、引っ張って。すごいね。おっちゃん、やってきました、ジオラマ。すごいぞ。すごい。あ、ほんま？あ、ほんまや。本当だ、ほんまや。すげえな。これ阪神高速か？反対やけど。これ島根かな？あ、じゃああれか。南波。南波やったな。すごいな。の駅？通天閣そこにある。ほんまや、通天閣や。これかしないな。まだできる前やったかな。なにこれ、これ大阪。なにこれ、タワー。うん、あそこ、あそこな、桜いっぱいあって、大阪ではあるよ。ちょっと見晴らしてあそこな。では、そこにご案内いたします。ぜひお願いいたします。柵をくぐったり、柵の上に立つことも危険ですので、ご覧いただきますようお願いいたします。ジオラマ内、楽しい仕掛けがございます。どっちやったら、行くさしてる。うん、あれ名古屋城か、あれ長島。あ、すごいな。ほんまや。JR ゲートタワーとかできる。2017年。すごいな。それが鉄道ジオラマです。名古屋ロックフェスティバル。ジオラマとしては日本最大級の面積を誇り、リニアや新幹線をはじめ、東海道本線、中央本線、関西本線、高山本線などに見立てた路線を、それぞれの代表的な車両が走ります。新幹線は0系から最新の N700A までを本物同様16両編成で揃えました。ここ事故して始発から最終列車
そして夜間の保守作業に至るまで鉄道の24時間を演出しています。あそこ事故してる。地方で再現している情景はすごい、ね、東京、名古屋、京都、奈良、大阪と東海道新幹線沿線などの大都市を一望できるように並べてみました。ようできたろうな、すごいな。大学の建物をはじめ鉄道のある風景を楽しんでいたたくさんの人形たちが様々な生活シーンを再現していることです。富士山どうぞ近くに寄っていただいて夢の世界をごゆっくりお楽しみください。スカイツリー、東京タワーにスカイツリーか。いろいろあるな、すごいな。こっちゃん見えてるか。